3から6マスのところ、心電図では心拍の正常値が3から6マス、3マス以下は頻脈、6マス以上は徐脈、だからハートを正常値ギリギリでキープしてるって意味？心拍の正常値は50から 100bpm と言われております。さらに一般的に心電図では送り速度を 25mm/秒と決まっております。1マスは 5mm 間隔。つまり3から6マスっていうのが人間でいう正常値ということですね。まあ要するにですね、精神が壊れてしまいそうなら体が正常なうちに SOS を出していこうよ。という気持ちです。こんにちは、こっちのケントです。ということでですね、はい、喜んでのミュージックビデオに来ておりました。コメントを読みながら、まあ、少しお話でもしていこうというコーナーでございます。これちょっと今確認したんですけど、5400件以上のコメントをいただいておりました。ありがとうございます。こればっかりは一つ残らず、目を通してハートを毎日つけていっておりますのでお楽しみにしていてください。そんなことはさておき、行ってみましょう。ギリギリダンスのとこ、ゲリゲリダウンに聞こえて肩の荷を下ろせって言ってんのかと思ったよ。わ、いいですね。いいですね。いいコメントですね。いや、これね、構想段階というか、最初期の時はね、ゲットイットダウンって書いてましたね。まあでも、曲を作るにつれてというか、最終的に行くにつれて、やっぱゲットイットダウンかなと思って。do did done, d-o-n-e って、まあ、これあれか、こっちで説明しても今字幕で出てるか。ゲットイットダウンっていうので、やり遂げろっていう意味を持たせていて、で、まあまあ今、表記上はギリギリダンスになっているということでございます。じゃあなんで表記はギリギリダンスにしてんねやみたいなとこはありますが、まあそれはおいおい。これで曲名がギリギリダンスじゃなくて、はい喜んでなの良すぎ。ああ、これも嬉しいですね。いや、もう悩みました。いや、タイトルつけるってね、いや、本当に至難の技じゃないというか、日本語合ってる？なんかすごいむずいので、いや、まあ、ここをね、指摘して褒めてくれるっていうのはすごい嬉しいですね。ありがとうございます。死ぬなのコメ欄に某ランプの妖精っぽさがあるという書き込みがあったのを読んで、すごく納得した覚えがあります。今回の某百獣の王とその仲間が言ってそうなセリフといい、現実への皮肉やヘイトが盛りだくさんな曲の中に、一筋ファンタジーを盛り込んでいるのが大好きです。心配ないことないけど、かっこそこも好き。TikTok とか見てたら、菅田将暉と比べる何も見てないアンチが山ほどいる。ちょっと怖い言葉、怖い言葉。でも、そんな中でもめげずに、自分が辛いっていう曲じゃなくて、生きづらいと思って生きてる俺たちに向けた曲を作ってくれるこの人は、本当にすげえと思う。毎日聞く。熱ー熱ー、いや、もうちょっと、まあ、熱すぎて、100度ぐらいの涙出るわ。本当に面白くないことを言ってるって思ってたよ、俺も、途中から。これに関してね、僕も性格的にね、生きやすく生きようと思っても生きられない。存在なのでまあ自分含めというか、自分含めそういった同じような考えをしている人を少しでも救えている、助けることができてるって思うと、まあ、とても光栄なことですね。本当ありがとうございます。 I thought this song was way older than it actually is。 言えてたかな、言えてたかな、今のな。実際より古い作品だと思ってたみたいなことですよね。いや、もうこれに関しては金久さんパワーと言いますか。いやーね、いや、もう本当一ファンとして、タネヒサさんの魅力がなんか世界中に行っているって思うとめちゃくちゃ嬉しいです。救われたのは僕のうちの一人で、が演じている周りから見た都合のいい自分なのかな。きっともがきたい、さらけ出したい、もう一人の自分は救われてないんだろうなと思った。かー、ちょっともうハグしたろ。ハグしたろ。もうハグや。お前ハグ。ハグするの俺結構好きなんよな。あ、もう気持ち悪いな。ごめんな。躁鬱とか闇っていうのをテーマにした曲の MV をサザエさんのエンディングみたいな映像にするの天才だと思う。投稿日が月曜日なことも含めて。くわー。そうなんですよね。まあ、これ投稿日が月曜日になったのは本当時の運だったんですけど、まあ、サザエさん症候群っていう言葉がありまして、はい、この日曜日の夕方から夜にかけて感じるその月曜日の仕事とか学校とかに行く、なんか明日学校かみたいな、明日仕事かみたいな、この憂鬱な気持ちっていうのをサザエさん症候群って呼んでまして、そうで、これがまあ一番身近なその憂鬱というか、一番身近な鬱症状みたいなことだなと僕的には思っているので、まあ今回それをねちょっと盛り込みたいなと思って、MV 制作するときに金久さんにちょっとこういう感じでしたいですってお伝えしたって感じですね。22秒の影が差し伸べてる手右、自分で自分を救ってるようにも、誰かが差し伸べた正義仕立ての手に救われているようにも見えた。うわー、よく見てますね、本当にすごいな、ほんまによく見てる。ちょっと やってみる。そのだから、でっかい手が、でっかい手が、僕がこうの、もうごめん無理や。あのハートのキャラなんか残機減ってね。死ぬなの時ハートって4分の3残ってたよね。これはだんだんすり減っていくんだろうか。うわぁ、ほんまや。すごいね、演技ベタが出ましたね、今ね。おい、画面消えた。画面消えた。え、なんかめっちゃ怖いねんけど。
めっちゃ怖いねんけど、ハートもすり減って画面も消えて、次は誰が消えるんでしょうね。なんかこっちのケントさんが、お?って返信したコメントが上に上げられていく流れ、大好き。語彙力無。いや、そうですね。いや、僕が意図していたことに近しいコメントをしてくれてる人の寝文章を見ると、なんか、うわって思うから、なんか興奮が冷めやらないうちに、おってコメントを残すっていうのだけ今回してました、ね。これいいですね。なんか楽しかったですよね。あ、そういえば、あれは、TikTok で、僕のことを、こっちさんって呼ぶ人が結構いて、なんかめっちゃ嬉しかったな。で今までケントさんとか、こちけんさんとか、こちけんとか、でしか呼ばれたことなかったから、なんかすごい新鮮でしたね。こっちさん。夜中にぐわーっと苦しくなる気持ちとか、それでもなんとか一応社会生活は遅れてるし、ずっと苦しいわけでもないから、家族に友達に話すことでもないし、みたいな。絶妙なギリギリさにスポットライトを当ててくれて、すごく助かる。通勤中、鬼リピしてます。うわ、嬉しい。ありがとうございます。あれか、鬼リピしますか?ね、してますってごめんね。なんかこっちで決めつけちゃいましたね。いや、でも嬉しいですね。いや、なんかこの通勤中とか、通学中とかやったかな?なんかに聞いてますみたいな人が結構多くて、なんか今回すごい嬉しいんですよ。なんかね、ごめんね、ニヤニヤしちゃって嬉しいからね。なんかこのね、人にとってのなんか頑張るぞみたいなね、気持ちになる曲に慣れてるのが本当に嬉しいですね。ちょっと泣きそうですね。なんか今日髪型変もしかして。鏡で見たら割といい感じやったんけど、なんか髪型変ええか。ネガティブな気持ちを飼いならす的な曲好き。なんか歌詞みたいなコメントですね。いやでもこの感覚めっちゃ大事っすよね。なんか無理したポジティブほど見てられへんものないもんね。毎度毎度遮られて書き消されて、ラスサビ前ではもはや叫ぶように唱えられていた SOS が最後、誰かに気づいてもらえたのか、呆然と緩やかになるのが救いを感じてすごく好きでした。うわ確かに、いやこの感じ僕も好きですね。ありがとうございます。 Get it done! Get it done! Yeah! いやもう今回本当に海外からのコメントがすごく多くて、ワールドワイドなね、言語がいっぱいコメント欄に並んでいたのがすごく嬉しいし、なんか英語結構好きやけど、まあ、ギリギリ読めるかなみたいな、リスニングも多少できるけど、喋ることがあんまできないから、なんかちょっとこれを機にちょっと英語勉強しようかなと思ってます。はあ、この昭和アニメ感あふれるミュージックビデオは金久和也さんではないか。 YouTube アカウント内で昭和30年代に〇〇があったら系統や幻のアニメ金久くんが話題作な金久和也さんじゃないか。ケントさんの言葉は少し軽かったり例えたりして訴えかけるような作詞も素晴らしいし、作曲も疾走感がありながら聞き入りやすい感じで最高かよ。とりあえず無理せずどっかで一息ついたり、どっかで助けを求めていいんじゃないだったり、苦しい人をちょっと優しくできたらいいなと思える曲でした。ちょっと肩の荷を下ろして温泉でも行ってくるか。はぁからおもろいね。まあ温泉ね、いいよね。温泉どこ行く。まあね、うちのね、地元大阪は箕面にはですね、大江戸温泉っていうものがあるので、おすすめです。もともとねスパーガーデンっていう名前だったんですけど、なんかね気がついたら大江戸温泉になってましたね。びっくりしましたね。なんか日本じゃないとこんな曲生まれなさそう。気使いすぎて自滅するし、ほんとギリギリでやってる。いやこれほんと僕も思いましたね。ある意味日本らしさというか、まあなんか日本らしいミュージックビデオで、日本らしい声色、日本らしい歌詞を込めているからこそ、なんか日本らしいこのギリギリな感じをね、今回表現できたらなと思ってやってたのが、まあ一個のテーマだったので、うん、こういう感じで伝わってるのは一個嬉しいですね。全員のコメにハートしてるのは優しすぎて。いや、もうこれに関してはもう日課です。はい。日課ポッカです。日課ポッカ?ヤーレンズさんの。ヤーレンズさんだったらこの場合、日課です?あ、こっちか。日課ポッカの方だろうっていうね。ごめんなさい。好きすぎて。概要欄拝見して泣きました。私も鬱があるので、概要欄の内容は非常に共感できます。でも、こっちのケントさんのすごいところは、さらけ出せるところではないでしょうか。いや、これを読んで、なんでじゃあ僕はさらけ出せてるんだろうって考えた時に、いや、なんか、ある人がですね、僕と会った時に、で僕もまあ、病気のことをちょっとまあ申し訳なさそうにというか、いろいろまあでこういう感じの曲なんですけど、まあこれは僕がまあうつ病とかなった時の経験をみたいな感じで言ったら、おーめちゃくちゃいいじゃないっつって、それもっと自慢していきなよって言われて、そっからちょっと僕の中でも変わったというか、人にこれを話してプラスのテンションで帰ってくることもあるんやって、そこで初めて思ったのが多分ね、
根深く僕の中にあってそうだから今ねさらけ出すことができてるんだと思いますね。まあそうだからねみんなもねぜひ自慢していこう、うん、もう俺らで固くんでうつ同盟みたいなやつらで超元気なうつ軍団になろうまあねさらけ出しづらいのはまああるよね正直、うん、もちろんねいい見方しない人だってもちろんいますし、うん、ね僕たちもね病気やけどね愛されたいからね、愛されるには自分の素性というかプロフィールを言った方がいいかなっていうので病名とかも言ったりするけど、でもそれがね人によってはなんで言ったみたいなのもなるから、まあ、人間って難しいね。バーミヤンで一人チャーハンを書き込みながら聞いてたんですけど、概要欄を読んで涙が溢れてきました。素敵な曲をありがとうございますバーミヤンのチャーハンマジうまいよな。あんなんかシンプルなラーメンもめっちゃ好き。新卒で働き始めてだんだんと体調不良が増えてなんだろうと気になって、つい最近精神科に行ったらうつ病と診断され、今休職しています。この曲大好きです。仕事に復帰できるように自分の今まで抑えていたわがままを休職中にたくさん叶えてポジティブになれるように頑張ります。いやありがとうございます。まあ一旦お疲れ様でしたね。うん、休職できてよかったと思います僕は。まあね、まあこの時期というか環境が変わって働く場所とか勉強する場所が変わって体がびっくりしてしまう時期だとは思うので、なんかその時にね泳ぎ方とかをね先に学んだ方がいいんじゃないかと思ってそういうのを勉強しちゃうねんけど、なんかまずはその水で体を慣らせるというか、その環境に自分を慣らせるっていうのをねまずはねしていっていただければ幸いです。ハクナマタタって大丈夫だみたいな意味なのに、この人たちのハクナマタタは SOS なってんだよな。そうなんだよなそうなんだよないやでもそうなんよな。なんかまあね大丈夫って言われたら正直もう大丈夫しか言われへんのよな我々は。いやこれねちょっとねどこまで言うかちょっと悩むな。泣きながら喋ると思うねんけどいやそのね精神病とかに一回なって倒れちゃうとさ、周りからもちろん心配されるし、で心配されてることもね分かっちゃうじゃないですか僕たちは。そうだからできるだけこれ以上心配かけないように大丈夫大丈夫って言いたい言いたいから大丈夫大丈夫って言っちゃうんですけど、それも良くないよなこれむずいよな。なんかよくさ優しい人がなる病気みたいなうつ病とかも言われるけど、だとしたらねこの一回倒れた後に復帰するときにこの取り返さないとみたいなっていう気持ちもあるし、これ以上心配かけないぞってなって頑張りすぎちゃうっていうのもあるし、うん、割とドツボな気がするねって言ってたらまた画面消えてんな。よいしょ、ということでコメントを読みましたという動画でございました。いかがでしたでしょうか。まあねこの動画を見た後に多分ミュージックビデオとか見たらまたね味が変わって楽しめるんじゃないかなと思います。あ、そうや、この動画中に僕の服が3回変わったことに気づきましたでしょうか。ということで